欠陥のある表なわけです。これでは試験はできないですね。でだからむしろ そういうもんですっていうな共通テスト、そういうふうなこう緩い枠でいい加減にしますよって言えばよかったと思うんですよね。それでみんなが合意すればよかったわけですけど、騙したんですよ。これははっきりと文科省の名前を書いてこんなものでやりますっていう形で出した、こういう姿勢がその共通テストを成り立たなくしたんだと思います。そこを改めるべきだと思いますけど。でこれをそのオーソライズしたのが、文科省にある英語の資格検定試験とセファールとの対応に関する作業部会というところです。でその作業部会で、これを完成させて最終的にその対応各試験団体が申告してきた対応付けを確認してこの表を完成させたんですけど、その会の構成員が主査は、研究者が3名いるんですけれども、主査は吉田健作先生という上智大学の教授ですけれども、この中のこの TEEP というテスト、英検協会が運営してます、TEEP という、テストの開発者です。で、東京外国語大学の根岸先生と東野先生というお二人がいらっしゃいます。その3人が柴山大臣は、前大臣は研究者の科学的検証を経たとおっしゃいましたけれども、その3人の方の、その2人の、2人の方は GTEC の対応付けをされた方です。まさしくオンゴール、自作自演です。で、その票を国民に出して、ごめんなさい、あとの5人はそれぞれ民間試験団体の代表者です。つまり、そのセファール、この票を確認した、科学的検証をしたと文科省がおっしゃる会に、第三者は誰も入ってなかったんです。でそれを見て、これでその試験を受けなさいと言われる受験生、これを文科省が絶対こんなことをしたらダメだと思います。もうちょっと成り立ちをしっかりと本当のところを説明すればまだ理解する人も出たかもわからないですけど、こういうある種の詐欺みたいなことはしてはいけないと思いますので、この表で入賞することはもう絶対できないと思います。